クボタスピアーズ船橋、東京米は東京都江戸川区、中央区、千葉県市川市、船橋市、千葉市、市原市、成田市をホストエリアとしてジャパンラグビーリーグ1に所属しているプロラグビーリーグである。スピアーズという名称は敵のディフェンスを槍のように突き破り、敵の攻撃を突き刺さるようなタックルで止めてほしい、などから来ている。チームのマスコットは、 ユニコーンのスピークン。練習グラウンドは、千葉県船橋市の久保田慶応工場敷地内。同地は、久保田スピアーズラグビー祭りや、県内の高校生の大会などでも使用されることがある。主催試合会場は主に、江戸川区陸上競技場。なお2022年シーズンの初期日程発表の段階においては、千葉県内での主催試合は予定されていない。 2021年7月16日、新リーグ、ジャパンラグビーリーグ1の一部リーグに振り分けされることになった。マスコットのスピー君最上位リーグな司会リーグ7人制、大会2020年度のスコットは次の通り。太地は2020年度2021年度からの新加入選手。ありがとうございます。